にちは、グッピーこつえです。実はですね、これからのキャンプとかアウトドアに向けて準備してたんですよ。外で使えるものが多いんですけど、まあ中で使えるものもあったり、ちょっとまだね開けてないので、それをみんなで今から一緒に開けようぜということでね。まずはこちら、すごい目立ってるでしょ。これちょっと開けましょう。これめっちゃ重そうでさ、見つけた瞬間即買いしてんやん。はい、こちらですね、チャムスのドッチビーという遊び道具なんですよね。フリスビーみたいにこうピューンって飛んでいくねん。これと、わかります、ドッチビー、ドッチボールのボールをこれでやる。 YouTube で調べたら普通にちゃんと競技としてでもあるみたいで、バドミントンめっちゃ下手なんですよ。もうブタミントンな感じが出てしまうぐらい。あのこれやったらちょっと楽しく遊べるし、ほんで布製やから当たっても痛くないんですよね。やりたい。 LLB のグロッサリートート、じゃーん、ネイビーを買いました。で、前淀川に一人でラーメンデイキャンプに行った時にこれの白を持ってたと思うんだけど、これが大きくてめっちゃ入んやんか。 LLB やのに、ほんで安い、2000円台で買えるんですけど、これに保冷せんでいいもの、お菓子とかパンとか、いつもキャンプの時とかその白いやつにめっちゃ入れてるとって、結構ね雨の日の犬ぐらい汚れてしまって、だからちょっと今回ねこの紺色のバージョンを買ってみました。これカーキもあって、もうカーキももう一個買おうかなとか思ったんやけど、この時期やしちょっとあんまり買い物を行きたくなくて、週1でまとめ買いするみたいな感じなんですけど、その時とかに使えるかなっていう感じで、あと家族でお風呂屋さんとかにわーってここにもうバスタオルから何から全部入れていけるし、まあ、ただのでっかい布バッグなんです。まあ、なんて言えばちょっとチャックがないのとポケットがないから、ポケットあったらもっと便利よな。ここにストームクッカーとかコーヒーセットとかこっち側に入れて、クーラーボックスはちっちゃいやつ持って行ってとか。トング類でーす。炭とか触る用のトングを、100均のやつをいつも持って行っとったんやけど、長いやつじゃないとこう炭とかいじんの嫌じゃないですか。で、結構忘れちゃうんですよね。家に忘れたり、どっか忘れて帰ってきたり、お肉とか材料入れる用のトングもそうやねんけど、忘れがち。100均やし、また買えばいいかとかなってきちゃうしね。キャンプ場とかやったら、ほんでまた貸してくれるんよ。あの炭いじる用のトングとか忘れちゃったりしたら、絶対返して帰らないと、絶対返して帰らないとっていうのすごい思うじゃないですか。ちょ、帰るときこのトングだけ返すの絶対覚えといてな、絶対覚えといてなって言って、話長いな。覚えといてな、覚えといてなって言って、うん、覚えとく覚えとくって。トングって思い出して返すっていうのがね、もともとそんなに脳みそも詰まってないので、それを覚えとくっていうね、脳を排除したいなと思って、ちゃんと自分の気に入った炭を掴むトングを買おうと思って、グリーンライフさんってトングで、伸縮ステン火バサミって書いてんねんけど、これがね伸びるらしいんやわ。分かった、ここになんかチョボっていうのがあって、でこれを押しつつ、こっちのチョボっていうところに移動させたら伸びるみたいな。え、めっちゃいいやこれ。だいぶ、あ、え、嘘、あ、こんな感じ。え、いいやん、めっちゃこれ。でもこれが好きなんだよな。だから閉じててほしいんですよね。で、こういう100均の、これめっちゃ好きやねん、このバンド。コードとかでもさ、こうできるやん。いいじゃん。で、こっちのトングは、コニファーコーンのホールディングアングルマスター。お、長いな名前。収納に便利なトング、こんな感じでーす。いいね。これも折りたためるトングやねんけど、こっちはまあなんか食材用とかに使いたいなとか思いながら、これはどうやって、まあ、これもこうやって出すんやろ。あ、ちゃうわ、こう、ここをこうやって出すと思ってんけど違うねん、こういかなあかんねんて。こうや、こうや、こんな感じで掴めるみたいな。多分木があるから、え、これなんか、この割り箸素材みたいな感じやけど、こんな感じで木がくっついてるから、ちょっと熱くなりにくいから、肉掴む用のトングも結構100均のやつを持って行ってて、ほんで収納に便利やから、ちっちゃいバーベキューコンロとかやったらちっちゃい100均のやつを入れてたりしとってんけど、これやったら折りたためるし、ちっちゃいコンロとかでバーベキューする時とかやったら、全然あのちっちゃいね、100均のね、めっちゃちっちゃいやつあるじゃないですか、そのトングとかで全然ええねんけど、それぐらいのコンロでバーベキューするってなったら、やっぱこれぐらいあった方が熱々ってなるから、キャンプの収納ボックスとかにも入るんちゃうかなと思って、これやったらこういうボックスとかにもこうパッて入れて持っていける。おお、いいね。確か私はこのボックスに入るやつがめっちゃ好きやね。めっちゃ良くないですか、このお玉とかこんなんとか入るじゃないですか。これとラーメンさえ持っていけばもういけんでみたいな。いやー、いいやん。トングにこう目線を当てれたっていうところが、やっぱりこの時間の余裕こちらでーす。これがね、工
母愛沢さんのパセリスプーンとパセリフォーク。焚き火で使う。なんなんこのハサミ、全然切れへんやん。これ多分なんかおしゃれな家の人がサラダとか取り分けたりするようなやつなのかな。シャークのフライパンと、これ多分めっちゃかっこええねやんか。ここに革の紐、こういう紐がここにぐるぐるぐるって巻いてるやつがあんねんけど、それやとちょっと1000円ぐらいちょっと高くなる。 YouTube で見てたら自分が好きな色の革紐を買ってきて、それをぐる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 巻く動画があって、あ、そういう遊び方もいいなとか思って。良さげやないですか、これで炒めたり。もうキャンパーの仲間入りって感じ。グリップスワニーの G70 っていうキャンプグローブ、ちょっとこれ開けてみよう。吉本では後輩やねんけど、バーベキューでは先輩の武田バーベキューがもうちょっとねレベルが高いねキャンプグローブを使ってて、使いやすくて穴が開いてもそこに継ぎはぎとかして使ってて、それぐらい使えるグローブなんやと思って、で欲しいなと思ってんけど、やっぱそういう人たちが使ってるのって結構なお値段すんねん。ほんまに百貨店の1階で売ってる手袋ぐらいすんねん。だからもうそんなんちょっともう今無理やわと思って、今までは1000円ぐらいのキャプテンスタックの手袋とあと軍手を使い回しとってんけど、やっぱと3000円4000円ぐらい。一応なんか焚き火用ってこのグリップスワニーのインスタには書いとってんけど、あの焚き火以外でも様々なアウトドアシーンで活躍するらしいで。めっちゃ引用した言い方やったら、様々とかうち絶対使わんし。で、革やから、多分革やねん。革が良かってん、しかも。革やねん。革のはずやねん。多分革やと思うねん。じゃん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 。これがね、ちょっと家でも使えるかなと思って、おいげん餃子すき焼き鍋というものを購入しました。おお、うおお、よっこしょー、めっちゃ重い。はい、こんな感じ、南部鉄器になってて、すき焼き鍋が家になくて、で一人とかやったらさ、別にスキレットですき焼きとか、さっきのタークですき焼きとかやっても全然ええと思うんだけど、すき焼き鍋育てたいなと思って。実家になんかすごいね、すっごいもうものすごい重いすき焼き鍋があって、めっちゃ育ってるんですよ、それが。ええな、ええな、くれへんかな。でもあのすき焼き鍋って言ったら、あげへんでって速攻言われてしまって、金属製ブラシでは洗ったらあかんって書いてる。南部鉄鍋、これでまあすき焼きをやったり、あと餃子も美味しいやんか。もう冷凍の餃子で十分美味しいからさ、それをちょっとこれで焼いたりとかしてみようかなと思っております。まあ重いけどキャンプに持って行ってすき焼きやったり餃子焼いたりしても楽しいかなと思って、実は準備していたキャンプ道具は以上になります。なかなかちょっとね外出できなくて、あーって思ったりもするけど、外出しなくて世の中がいい方向に進むなら、もう外出しないことだけしかもう自分には協力できへんからさ、お家で餃子とか、まあ、すき焼きとか食べてニコニコ笑ってブクブク吠えたりして、あのもしもしまたキャンプできる日が来たら、この道具たちを使ってたくさん遊びたいと思います。はい、皆さんもお体お気をつけください。ではではでは。